ねずっともみちゃんです。今日はクリスマスイベント終了後のユニバの混雑状況を見に行きます。イエイということで、私はですね、このユニバこれからもユニバの混雑状況をどんどんお届けするのでね、チャンネル登録、評価、コメントお願いします。で、昨日の1月8日で長かったクリスマスイベントと貞子イベントが終わったんですよ。で、今日からパークはですね、まあ、次のね、春のイベントの期間までは何のイベントもない閑散期に入るんですよね。で、例年ね、この1月の閑散期って人がめちゃくちゃ少なくなって、アトラクションの待ち時間もめちゃくちゃ短かったんですけども、今年はなんせね、やっぱ海外ゲストが増えてるんですよね。だから海外ゲストが増えてるから、まあ、去年とはまた違うね、閑散期のユニバと思うんですよ。じゃあ早速ね、その様子をね、皆さんにね、お届けします。で、今日のまめちゃんのコーデなんですけども、いつもこのまめ TV のこの状況の動画では皆さんに次まめちゃんにどんなコーデをしてほしいかを聞くんですよ。で、結構ね、なんかニフラーコーデしてくださいって聞いてたんですけども、僕なんせね、ニフラーの服とか持ってないんですよ。だから今日ね、一応ね、このヘドウィッグのカチューシャに、このね、ホグワーツ特急の服に新しいね、ニフラー連れてきました。僕の家のニフラー連れてきました。よろしくね。うん恥ずかしいまあそんなこんなでね、早速ね、パークで様子を見に行きます。あとね、あの髪の毛切りましたで、パークの様子を見に行く前に、ここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。で、気温なんですけども、なんか今年の大阪なんですけども、去年とかに比べてもまだちょっとあったかいんですよね。だから今ね、ちょっとね、ポカポカするでもね、朝一と夜はね、まあ、依然としてさ、めちゃくちゃ冷えるから、防寒対策は徹底してください。カミカミだった。で、今日のね、ユニバの各種チケットの販売状況なんですけども、ユニバの入場チケットと年間パスポートは通り過ぎても余裕でね、買うことができます。で、今日のね、まあ、その他のチケットの販売状況なんですけども、エクスプレスパスはこの閑散期は数は少ないですけども、全て売り切れです。あと、ノリドパレードの特別鑑賞エリアのチケットは買うことができます。で、俺ちょっとこれびっくりしてんけどさ、チケットブースの待ち列やけどさ、普段やったらこのチケットブースの屋根を超えるぐらいの待ち列がなってたんですよ。けど今日はもう一瞬で買えるっていう、いやもうなんかもう閑散期感じるわ。チケットブースこれだけ空いてるって最近なかったからな。で、今日のユニバは8時50分にね、オープンしました。じゃあ今からパークの中に入っていきます。入場ゲートの待ち列も少ないな今日。はい、じゃあユニバには一瞬でね、入ることができました。で、前までね、もうこの時間帯でもさ、入るまでに10分ぐらいかかってたんですよ。いや、それに比べたらかなり入るのも早くなってる。で、それプラスさ、今日ね、僕ユニバのオープン時間に来たんですよ。で、前までオープン時間やったら入るまでに30分以上かかってたけども、今日ね、10分ほどで入れたんですよね。で、それだけ見てもさ、冬休みの混雑に比べたらめちゃくちゃマシ。で、今日のね、エントランスの様子なんですけども、いやー、ここのエントランスを見てもわかるわ。やっぱもう年始年末に来てた男からしたら、ここのエントランスかなり空いてる。それこそさ、エントランスにあるマリオカートのポップコーンバケツのカートもあるけど、前までね、買うためだけ20分ほどかかってたけども、ここももう一瞬で買えるで。あと、ここのね、エントランスのショップのショーケースなんですけども、前までクリスマスやったんですけども、それがですね、まあ、通常バージョンに戻ってるわ。いやけどさ、前までさ、このエントランスのショップのショーケースさ、ハリーポッターのデザインやったんよ。それがなくなったのちょっと悲しいわ。あれちょっと残しててもよかったけどな、まあ、そう思うやろ、ニフラー君。俺ちょっとびっくりしてんねんけどさ、今年のクリスマスシーズンにいたミニオングッズさ、普通に売ってんねんけどいや、バリバリ買えるなこれそうなんや、普通に売るんや。あとクリスマスシーズンに出たスヌーピーの謎の雲もね、発売してるわちょっとこれ意外だったな。うん、売るんやな。まあ冬グッズで売れるか。だからね、まだね、今のユニバに来てもクリスマスに発売されたグッズを買うことができますわ。これちょっと意外やなあとさ、これもちょっとびっくりやけどさ、年パスセンター前にはスーパースターのポップコーンバケツのカードがあるんですよ。で、ここもね、冬休みシーズンはすごい待ちれちゃうんですけども、ここもすぐに買えるで。あと、激うまのシネマ 4D 前のチョコツリシャスもすぐに買えるっていう。いやー、フードカートどこも結構空いてるなめちゃ最下位で食べ放題ね今日。あと、エントランスから一番近いレストランのビバリーヒルズグランデリアですけども、ここもね、もう冬休みシーズンはですね、買うまでのためにもう20分ほどかかってたんですけども、ここもすぐにね、メニュー頼める。あと、それプラスね、
今年もですね、バレンタインのチョコレートケーキのデザートがやってきましたよ。いやー、やっぱ閑散期はこれやな、来るとしたら。いや、エントランスのさ、カードとか出たらさっき言うけどさ、今日パーク激変してるってわかるわ。ティムのね、ポップコーンバケツのカートもね、誰も並んでないからすぐに帰れで。あと、サダコライドがね、昨日終わったんですよ。まあ、その影響で、ここのね、サダコライドもね、封印されました。もう呪いは封印されたってことでいいんかな。で、次はですね、2月の1日にね、鬼滅の刃 XR ライドがね、またやってきます。いやー、また鬼滅乗りのすごい楽しみやな。これマジテンション上がるわ。いや、スペファン前のフードカードね、前までクリスマスチュリソスが売ってたんですけども、現在ね、メープルチュリソスが売ってるんですよ。それプラスさ、ここ前まで20分以上並んでたんですけども、誰も並んでない。あと、スタジオスターズレスラーも、ここもね、もうすぐにね、メニューを頼むことができます。まあ、ここはクリスマスシーズンでもね、まだ空いてたけどさ、まあ、通常メニューに戻ってますよね。いやー、ここのスタスタのカレー、俺めっちゃ好きなのね。けどさ、ちょっとびっくりしたんやけどさ、今ね、グラマシーパークにいるんですけども、まあ、昨日まで、まあ、ここでね、まあ、DJ フロスティによるね、まあ、大パーティーやってたんですけども、まだね、その装飾が残ってますよね。まあ、一夜にしてここは消えないか。まあ、月に使うことも多分ないと思うからさ、まあ、次何やんのかな、ここで。次ユニバルか、やるとしたら。あと、クリスマスツリーもね、まだありますわ。けどね、この下の装飾はなくなってますわ。でも去年とかはさ、もう一夜にしてクリスマスツリーとかもね、なくなってたんですよ。今年はまだギリ見れるで。いつまで見れるのかな、このツリー。ワンチャン1年間残る。1年間素敵なホリデーやん。で、スパイダーマンがあるニューヨークエリアの様子なんですけども、まあ、ここのニューヨークエリアもね、まあ、年始年末とか冬休みシーズンに比べたら人通りがマシやわ。いや、かなり変わるな、ほんまに。それこそさ、ここのエリアにあるフィネガンズバー&グリルっていう列なんですけども、普段ね、30分待ち以上が当たり前なんですけども、今5分待ちっていう。いや、この時間帯で5分待ちなんや。もう昼ご飯の時間帯入ってるけどな。あと、スパイダーマン前のホットドッグカートなんですけども、ここもね、すぐにね、メニュー買うことができます。で、今ね、スパイダーマンが60分待ちなんですよ。で、前までさ、この OTV のコンズ状況を見てる方なら分かると思うんですけども、基本的にさ、100分越してるじゃないですか、平日でも。60分待ちで神じゃない？で、もう終わるからこれちょっと行ってきますわ。今回、まあ、ニフラコーデだけど、そんな関係ないですわ。で、どうやらね、僕のニフラはね、このスパイダーマン乗るのが初なんよ。だから、このニフラからしたら、最後で最後のスパイダーマンやね。けどさ、さすがさ、やっぱりスパイダーマンやからさ、一応中の待ち列はギュウギュウやわ。あとさ、ここのさ、スパイダーマンの待ち列とももう分かりやからな。まあ、今のうちに撮っとかないとな、ほんまに。絶対後悔すんで。はい、じゃあもうサングラスもらったからいけるわ。で、このスパイダーマンがさ、前で言ってるけどさ、めちゃくちゃ回転率がいいアトラクションやけど。てか、表示待ち時間60分待ちって書いてあるからさ、そんなに並ばないですよ。だから僕からしたら、もう60分待ちは、もうすぐに乗れるって感覚なんですよね。まあ、とりあえず行ってきますわ。はい、じゃあね、スパイダーマン乗れました。やっぱ最高このスパイダーマンは。で、今回ね、このニフラック初めて乗ったから、ちょっと感想聞くわ。楽しかった？うん、楽しかった。どう、カリン島に見える？見えないよ。で、ラグーン沿いにあるフードカート密集地帯のユニバーサルマーケットなんですけども、ここは昨日までね、まあ、クリスマスフードがね、売ってたんですよ。けど一夜にしてクリスマスフードはなくなって、現在はスープリゾット、ライスコロッケ&ミネステローネと、あとはね、ドルチェチリトス、ティラミスがね、売ってます。で、このね、二つのフードカートね、めちゃくちゃ美味しいよ。で、僕的にはですね、まあ、シーズンもののフードより、この閑散期に発売されるフードの方が好きなんですよね。だから皆さんね、もうこの2つの商品はどっちもめちゃくちゃ美味しいからぜひ食べてください。あとここやけどさ、ドルチェチリトスって普通に人気なんですよ。だからクリスマスフードを入れて並んでるわ。買うためにだいたい5分ぐらいで買えるかな。でも5分やからもうすぐやろ。あとルイズニューヨークピザパールにも新商品発売しました。で、今日のね、まあ、ミニオンパークの様子なんですけども、まあ、ここのミニオンパークもね、やっぱクリスマスシーズンはやっぱ冬休み期間ということで、まあ、結構ファミリー層とかも多かったんですけども、今日はまずここのミニオンパークもな、混雑マシやわ。それこそさ、前まですごい待ち出ちゃったこのミニオンパークのゲームコーナーもすぐに体験できるわ。あとミニオンパーク前にあるミニオンのハッピーキッチンでは、前までここもクリスマスフードが売ってたんですけども、現在はミニオンマンハチャメチャカレーとミニオンチョコバナナチュリスが売ってますわ。
でもここすごい人気やから相変わらず列ができてるわ。でも前までねハッピーネスガイのテラス席で並んでたんですけども、そこまで並んでないから大体今10分以内で帰るわ。ここはまだ混雑マシ。あとミニオンのポップコーンバケツの母さんもここなんか冬休み期間はバックドラフトの入り口まで並んでたでしょ。ここなんかもう一瞬で帰るっていう、もう待ち列ゼロのミニオンのポップコーンバケツの感じ久々見たわ。あとサンフランシスコエリアの様子なんですけども、まあ、ここはですね、まあ、ミニオンパークからジュラッパエリアにつながる道で普段は人通りがめちゃくちゃ多いんですけども、ここもねやっぱ冬シーズンよりかは快適やわ。いやそれこそさ思いっきりの動画を普段見てる方ならびっくりすると思うんですけども、ここのハピネス街さもう外までびっしり列が並んでたでしょ。普段もうここねすぐに店内入れてメニュー頼めるようになってるわ。え、これだけ変わる。あともちろんドラゴンパールとかあとはロンバースランディングとかですね、まあ、すぐに店内入ってメニュー頼めるけどさ、ハピネス街がこれだけすぐ入れるってもう最近なかったよね。しかも今ちょうど昼ご飯の時間帯からな、そう考えたらえってなる。で今日のねジュラシックパークエリアの様子なんですけども、フライングダイナソーも冬休みシーズンはですね100分待ちは余裕で越したんですけども、いやそこまで待ち時間いってないですね。けどさジュラパエリアにあるターキーレッグのカートなんですけども、ここはまあそこそこね混んでるわ。でも言うとさターキーレッグの回転率がね僕の中でねいい方やからさ、出てくれたら10分ぐらいで買えるかな、うん、その向かい側のジュラシックワールドのポップコーンバケツのカートは、まあ、すぐに買えるわ。あとまあいつも通りにフィスカミレストランとかロストワールドレストランとかの、まあ、ジュラシックパークエリアのレストランがね空いてるわ。いやまだ全然マシやな。もう年始年末をちょっと行った男やからさ、もうかなり変わってると分かるわ。で今日のねウォーターワールド前の様子なんですけども、ここはですねいつも通りにやっぱニンテンドーワールドに行く人で賑わってましたよね。じゃあ今日もねヤッホーの世界行ってきます。で今日のねニンテンドーワールドのエリア入場制限情報なんですけども、今の時間帯の整理券がもう17時ですよね。でこれなんでかって言ったら、まあ、今日のさ営業時間が19時までじゃないですか。でもみんなやっぱ任天堂ワールド目当てに来る方が多いから、任天堂ワールドの整理券さ営業時間が短い時ほどね早くなくなることがあるんですよね。で、まあ、任天堂ワールドって、まあ、去年もそうだったんですけども、いつ行ってもね中のコーナー使わなかったですよ。だからこれから行く方はですね営業時間が短い日は特にねスーパーニンテンドーワールドの整理券情報はユニバに入ってずっとね公式アプリでチェックしてください。マジすぐなくなる。おお、やってきましたマリオの世界。いや今日はめちゃくちゃいい天気が映えるなここは。で今日もねマリオの様子を見に行くんですけども、いやここのエリアも相変わらずやわ、すごい人気。それこそさパワーアップバンドアクティビティもさもう余裕でさ2、30分以上待つらしいですし、マリオカートの待ち時間ももう100分待ちとか越してるからな。いやーここはもう去年も同じやけどもいつでも中の混雑は変わんない。あけどさ任天堂ワールド内にはフィットストップポップコーンって言ってマリオのポップコーンのスナックスタンドがあるんですよ。でも冬休み期間ですね余裕で40分ぐらい待ったんですけども、今日そこまで待ち時間になるんじゃないから大体さ20分ぐらいで帰るわ。ピノピオ。で今日の任天堂ワールドの下の階の様子なんですけども、いやヨッシャーデベンチャーも相変わらず待ち時間すごいな。ピノピオ海洋はクルーザー約ね70分かかるんですよね。けど僕的には多分これやったらもう30分ぐらいで入れると思うわ。マリオとマリオとルイージのグリーティングも普段やったら列がすごいんですけども、いやこれも大体まあ20分ぐらい待ったらいけるかな、もっと早く行けるかも。いやここのエリアは、まあ、去年と同じようにもうそこまで混雑変わんない。ちょっぴりねフードシーズがねついてましたね。あと、まあ、変更点であれやけどさユニバーサルシティ駅のとこにさいつもさシーズンものの、まあ、看板置かれるよね、まあ、ユニバの。で今回ねドンキーコングエリアバージョンが出たんですよ。いやこれ初めて見てからさこの看板、いやもういよいよ来んねんなゴリラの世界が。あと任天堂ワールド前のフードカートではですね、まあ、以前とかロングソーセージパイが言ってるんですけども、ここもねもうすぐにメニュー変える。
あと大人気のスモークチキンのカートなんですけども、ここね、まあ、列は並んでるのは並んでるけども、前までさえボードウォークゲームズのとこまで列並んでないんですよ。でそこまで列は並んでないから、これも大体今10分15分で買えるかな。あとシャークスナックって言って、ここはですねサメの餌食が売ってるんですけども、もうここはもう一瞬で買えるわ。で今日のねアミティビレッジの様子なんですけども、ここはですねマリオの世界からハリーポッターエリア、ワンダーランとハリウッドエリアとかに繋がる道であるから、もう常に人通りが多いんですけども、もうここもですねやっぱ冬休み期間に比べたら混雑マシになってるわ。それこそここのアミティのレストランのアミティランニングレストランもですね、前までね外までびっちり列ができたんですけども、ここも大体は5分ぐらいで買えるかな。回転率がめちゃくちゃいいからこの店は。あとボードウォークスナックって言って、ここには美味しいピザが売ってるんですけども、ここもですねもう1組ぐらいしか並んでないから、もう待ち時間ゼロやわすぐ帰るんで。ここもあと前までびっしり並んでたここのホットドッグのカートもですね、もうすぐに帰る。今1組しか並んでないけど、ほぼ0組やもん。けどね前にね1月の変更点の動画でも言ったんですけども、ゲームが今日から1月31日に運休になるんですよ。だから1月で行く方はですね、このジョーズに乗ることができないんで、そこからですねぜひね覚えてください。まあ俺がジョーズになったろうかな。何言ってんねん。じゃあ今日もねハリーポッターエリアやってきました。じゃあいつも通りにこのニフラー君出てますか。トゥートゥー豆豆ポーター、豆豆ポーター。で今日のね魔法界の様子なんですけども、いや冬休みシーズンはここのエリアもすごい人の数だったんですよでも今ねやっぱ閑散期に突入したということで、やっぱ前よりかは人通りがマシになってるわ。いやすごいな。けど俺ちょっと思うのがさ、まあ、ハリーポッターホービドゥンジャーニーは前までさ100分待ちとか言ってたんですけども、今ねまあマシじゃないですか。でもヒッポグリフは相変わらず100分待ち越してるんですよいやここ最近ヒッポグリフだけ待ち時間ずっとすごい。マジでこのねハリーポッターにあるフードカートではホグワーツミートパイが売ってるんですよ。でここ普段だったらすごい待ち列なんですけども、ここ0組っていう、そんなことあるあと3本のほうきに関しても前まで余裕で外まで列できてたんですけども、今はすぐに店内入ることできるわ。あとバタービールももうすぐに買うことができるわ。イエーイ、これだけ一気に少ねんな。でワンダーランドの様子なんですけども、ここもやっぱりね、まあ他のエリアと同様にクリスマスシーズンよりかまだ混雑がマシになってるわ。それこそスヌーピーバックロット貨幣に関しても普段やったら20分待ちとか頼めたんですけども、今はもう一瞬でメニュー頼めるわ。列ゼロやもん。いやー最高やな。でもここのまあクリスマス関係のグリーティング終わったらちょっと寂しいけどさ、まあ、次イースターが来るとしたら、いやイースター今年どんな感じやろうな。ほんまにイースター装飾したしな、去年してなかったから。あとアンダスミートパイのカートもすぐにメニュー変えるし、ワンダーランドのティムのポップコーンバケツのカートもねすぐにメニュー変える。で今日のねセントラルパーク付近の様子ですけども、ここもですねいろんなエリアでつながる道であるんですけども、今日かなりマシやな混雑。すごいな、ほんまに意外やな。やっぱ意外っていうかもう予想通りか。それこそパークサイドグリルなんか前まで180分待ちとか200分待ちとか言ってたでしょ。今日なんと20分待ちっていう、これだけでも空いてるってわかるよな。で今日のねハリドリバックドロップ前の様子なんですけども、ハリドリバックドロップもこの冬休み期間は100分待ち余裕で越したんですけども、ハリドリなんか現在35分待ちとか一気に待ち時間少なくなったな。でもまだねバックドロップとか比較的に待つわ。あとマリオカフェ&スターも普段やったら外までびっしり列が並んでるんですけども、今日はすぐに店内入れてメニュー頼めるわ。あとポケモンのフードカートに関してもこれも5分以内で買えるわ。楽しかったよ。はい、じゃあ今日はですねクリスマスイベントが終わった後のねユニバのパークの様子を見てたんですけども、3期とかはアトラクションの待ち時間、まあ、ちょっと前が昔だけどアトラクションの待ち時間5分待ちとか多かったんですけども、まあ、今年はですね去年よりかはアトラクションの待ち時間は短くなってなかったんですけども、やっぱそれでもさ、まあ、全体的を通して待ち時間はマシでしたね。でそれこそさ次の春のイベントがもう2月の1日から鬼滅の刃が始まるんですよ。で3月になったら前にね、まあ、こんな強さの動画でも言ったんですけども、もう爆発するんですよね。だから今うちですアトラクション短い待ち時間で体験するなら、あと結構フードシートもね比較的に空いてましたね。
でもね、またこれからね、閑散期に行けばね、どんどんいろんな変化あると思うので、また変化がありしたいね、この道で紹介しようかなと思ってます。以上、永遠に心は閑散期のもえちゃんでした。ないね、それ。おもんないぞ。はい、じゃあこれからもね、いろんな楽しい動画をお願いしますね。ねえねえ、チャンネル登録、高評価、通知ボタンお願いします。じゃあ、バーイ。